言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども久々の解説動画ですね。ちゃんとした画面使って解説動画撮っていきますよ。で、何を解説していくかと言いますと、アーキキャドのですね、ドアツールありますよね。ドアツールのドアをパース取る時とかに開けてもっとね、通ってるところ見したいんやっていうところで、なかなかね、ドアを開けれないな、ドアを開けれたらいいのになと思ったことはある方いませんかね。ドアツールね、なんかちょっと見とったら、多分開口なんかなんぼとか、あとハンドルの設定とかなんかいろいろあると思うんですけども、それ押しても結局できへんからね、見せかけかよって思った方も結構いるかと思うんですけども、まあそちらの方をね、僕は今回解決していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでね、久々のアーキキャドの画面やってまいりました。どうですか、アーキキャド、久々のアーキキャド。皆様は久々じゃないですね。僕も久々じゃないです。毎日アーキキャドとツインモーション見てます。毎日にらめっこしてます。どうでもいいんですけども。で、これなんですけども、今ね、撮影日が11月22日ですね。で、これ11月22日、今日、納品したばっかのお仕事ですね。グランピング施設、小学校のリノベというか、小学校のグラウンドを使った、リノベーション施設。間違えた。グランピング施設のね、パース、長官パース1枚を作成していました。で、こちらね、ちゃんとクライアント様に確認して、これ使ってもいいですか ?SNS とかに載っけてもいいですかっていう確認をした後にですね、今撮影してますので、そちらの方は大丈夫でございますので、ご了承ください。ということで、やっていきたいと思います。で、このグランピング施設のですね、一部に、まあ、こいつらとかね、僕ら自分で作ったんですけども、ちょっとダサいとか、これ見ていただいたらわかるかと思うんですけども、まあちゃんとドアありますよね。で、ドアあって、あ、よく見てください。ハンドルありますよね。これ皆さんハンドルなかったりするんじゃないでしょうか。これどうやってハンドルつけたんやっていうね、悩みについてちょっと解決パパッとしちゃいます。はい、早速やっていきますね。で、まず、見たことあるかはわかんないですけど、まずちょっと見てもらいたいんで、これいきますね。ここでこの設定行きまして、で、これ今説明いっちゃってるけど、ここから、扉ハンドルとランマってありますよね。で、このハンドルっていうところを皆さんこれ押したことあるかと思います。これ押したのにできへんって人が多分いっぱいいるんですね。で、このハンドルであったり、あとはこの、2D3D 断面図表示のやつのこれの次ですね。あ、ちゃうね。この次の次でした。この次の次のこの開口表示 2D 面、2D3D とかありますけど、この 3D をね、90度ってしますと見てください。はい。こうやって開くんですね。もうこれもう、これ多分、もうこれをしたい人からしたらもう待望じゃないですか。これや、これ、これしたかったんやーみたいな感じで、なんか燃えてるかも燃えてるかもしれないですけども、まあ、これをできる方をちょっとやっていきますね。で、まず、はい、もうパパッと終わるんで見といてください。まず、ドキュメント行って、ここからモデル表示行ったら、ここからモデル表示オプションをクリック。で、これクリックしたらね、これなんかいろいろあると思うんですけど、ここは無視して、ここの日本使用ライブラリ部品の詳細レベルっていうのを押してください。で、これを押したらですね、見てください。今僕、ここになってますよね。これデフェルトかと思いきや違うんです。もうこれは僕、いじった後なんで、ここじゃなしに、ここなってるんです、最初。最初はこの状態になってるんで、この状態になってたらほら勝手にしまってハンドルもない。で、皆さんはこの状況だと思います。で、この状況だとやはりハンドルがないので違和感がある。で、リアルからかけ離れてくるということで、そういうところはちょっとダメですよね。だから、やっぱりドキュメント、モデル表示オプション行ってから、このドアと、じゃあね、日本使用ライブラリ部品の詳細レベルからドアと窓の詳細レベル、それのドアと窓、両方ともこれ詳細にしてください。で、これまあ、ドアだけだったらこれでいいんですけど、まあ、一応これ詳細にしてください。で、OK したら、はい、さっきみたいにね、設定した通り、こうやってできるんですよ。で、これ何がすごいかって、今言ったみたいに、ハンドルとかこの開口ができるのはもちろんなんですけども、これね、ちょっと見といてくださいね。こいつちょっと一回閉じますね。はい、今、こんな感じで、こういう窓枠とかせーって窓枠とかあるじゃないですか。これあるけど、これ多分ね、元のやつとかだと、モデル表示してまた戻しますけど、戻ったら見てください。ほらもうなんか大きさとかもなんか変わって、なんかいろいろと変わってね、これほぼぺちゃんこになるんですよね。ぺちゃんこもなんかちょっと分かりづらいな。でもここに窓作っちゃおう。シフト D で窓できるようにしてるんで、それやっ
てもう分かりやすいやつでしょ。はい、こういう引き違い窓よくありますよね。これでちょっと見ていただきたいかと思います。でこれだけでも、まあまあいいのかなっていう人もいますよね。でもこれよく見てください。こんな感じで今のっぺらぼうになってるんですよね。本当だったら右側、内側から見て右手前が絶対に右側のこの扉、ドアの扉が手前に来てないとダメですよね。なのにもかかわらずこれ一面のっぺりとしてしまっています。でこれもしっかりと先ほどの通りこれをしもうこれこう何回もこれやってるからもう皆さん覚えましたよね。でこれをやっておくと OK ってした瞬間見てください。見ました今ほらニョキーってなんか出たぞみたいななっちゃって、ほら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 もうここにもちゃんと立体感出てね、はいここ手前ちゃんと出てっていう風なもう細かなところまで全部ねこいつがやってくれるんです。でよく見てください。こういうねこの窓のサッシのこの周りのこういうところも名前なんていうかわかんないですけどこういうのあるじゃないですか。こういうのがあるだけでリアル感すんごい増すんですよね。でこれ今回例えばこれ壁すごく薄く作ってるんでこうやって溢れちゃってますけど、ちゃんと壁の厚さとかをここでね調整できるじゃないですか。ここで調整しつつやるともっとリアルになっていくんで、こういうのをしっかりと極めていくといいかと思います。でこういうのもいるけど、まあ今回これいらんなっていう時はね、詳細にした後これにするんですよ。こいつにしてあげると見てください。全然変わってくる。あはいはい、これにしてあげるとね OK、 あ今 OK 押せてなかったですね。してあげるとこんな感じでちゃんとここだけになって、今あったこのねなんかハケみたいなところがいらん場合でも、先ほどのドキュメントからやるんじゃなしにその個別で設定で今のところ押してあげるとこの窓枠だけの、を選ぶこともできますので、ぜひそちらの方もやっていってください。はい、いかがだったでしょうか。どうですかどうですかどうですか、ドアの感じね。あれねドアだけ今やったんですけど窓はできないですね多分できないです。できないんでとりあえずはドアだけでやってみたらいいのかなと思います。ただ詳細にすることによって後半に説明したみたいにより詳細によりリアルに作ることができますので、なんかねなんかアーキャドで作ったらのっぺらになるとかそういうの思ってる方いらっしゃると思いますけど、そういう方いらっしゃると思いますけども、ドア窓ちゃんとああいう風にね、戻り表示オプションからちゃんと設定してあげたらちゃんとリアルなものも作れますので、そちらの方もちゃんと試してみていかがでしょうか。でまたですね、アーキキャドっぽくないように作る、モデリングする方法であったりも今後動画上げていきますので、皆さんそちらの方も楽しみにしておいてください。ということで今回動画良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、次の動画もまたお楽しみに。ありがとうございました。